沖縄旅行です。沖縄初上陸になります。カメラに向かって一人で喋ってますが、なかなかこうやって人前でカメラに向かって一人で喋るっていうのができないので、基本声は後収録でやっていきたいと思います。はい、空港で友達と合流をして、まずはユイレールに乗っていこうと思います。はい、メンソーレー。ユイレールは車椅子がこうスロープなしでも乗れるっていう事前情報があったので乗ってみましたけど、本当に簡単に乗れました。近っ。メンソーレー近いで、まずは荷物を置きにホテルに向かいます。坪川駅っていう駅の近くにある東急ステイ沖縄那覇に今回泊まります。坪川駅からは歩いて5分くらいかなで着きます。今回は友達と一緒なのでバリアフリールームではなく普通のお部屋にしました。で、坪川駅近くの沖縄そば屋さんでまずはお昼ご飯を食べます。車椅子でも簡単に入れましたよ。初の沖縄そば。セビチそば。メソレ。いるかな、七味。まだいるのかな。いただきます。いただきます。うまい。何かに似てる。ライブ仕様が終わったから、ここの方向性をどうしようかなって考えてた。もう切り落とす。いいじゃん、色入ってるの。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。今ここら辺のさ茶髪になってんの、うん、で下が2回ブリーチしてあるから。お昼食べたら坪川駅からまたユイレールに乗って首里駅っていうところまで行って首里城に向かいます。首里駅からは首里城まで徒歩20分、25分くらいあってかなり遠かったですまあでも沖縄のこの道の感じを確かめたいなと思ったので、こうゆっくりゆっくり散歩していきましたけど、あいにくのお天気ですね。ちょっとずつ雨が降ってきてたんですね。あー、どこ行くの。押してよ。うわ、ほら下れんだよ、ここだって一回。あ、この経路は階段。ん？ここは首里城公園の入り口ではありません。ここでは首里城には行けないんだ。点々には階段があります。じゃあ回れてもそのぐらいずっと15分かかる。首里城公園は本当に地図で見ると広くて、あの入り口ぐるっと回らないといけない感じだったんです。で、あとここからずっと下りになるので、帰りまたユイレールで戻ったんですけど、帰りはずっと上りだったので、それはそれでまた大変でした。雨が結構強くなってきて、なんかやばいなって思ってたら、なんとこんな傘の貸し出しっていうのがあったんです。帰ったら帰りどきどき通るじゃん。なんか緑じゃない、一番でかい。なんで緑でいいよ。なんでビニール傘にしようとしたの。すごく綺麗じゃん。いい
道だな。ずいぶん歩いて、そしてなんとまたここからずーっと坂が始まります。車椅子で歩いて首里城行くには本当に結構気合が必要なので、はい、皆さん頑張ってください。雨そんなあ、ちょうどいいじゃん、このフォーメーション。え？あんま。えじゃん。なんかさ、中腰が辛いんだよね。あ、違う。こっちも行かなきゃ。うん。こっちからだもん、だって。ここ。ここ行かなきゃ、しおちゃん。着いたって思ったら、ここからが首里城公園のスタートで、より急な坂が続きます。あ、疲れた。じゃないよ、ここ頑張れ。ごめんさん、一人で来てるの。あ、疲れた。あとちょっと。終わったかなって思うとまたすごい坂道があります。一応車椅子の方はこちらっていうような看板と警備員さんが言ってくれた道を進んでいるんですけど、本当にずっと坂で大変でした。でしかもここはちなみに車を止めて、駐車場まで車止めてから行くルートもここだったので、車で来た方でもここの坂は登らないといけないです。もう一回やって、もう一回やって。シーサーじゃないのにね。あ、すごい登ってきた感じするよ、この景色見ると。めっちゃ登ってきてんじゃん。天気悪い。本来の首里城は消失してしまったので見ることはできませんが、今現在では復元するための作業を見ることができます。土日は作業員の方お休みですけど、平日に行くと作業している様子を見ることができますし、また焼け跡から出てきた首里城の木とかいろんな部品も見ることができます。夜は知り合いのお店に行ってきました。ここの手作りのジーマーミー豆腐がめちゃくちゃ美味しかったです。まあ海ぶどうも最高だったし、初めて食べる沖縄のお魚であったり、あとは沖縄の芋を使ったコロッケとか、もうもずくの天ぷらなんて本当に最高でした。デザートにチンピンっていうなんかクレープみたいなものが出てきたんですけど、それが本当に美味しかった。でもここ以外でなかなか食べれるところが見つけれなかったので、また食べたい。12。あ、12？ 立ってんな。
あ、今撮り始めた。はい、今日は沖縄なか今日は沖縄2日目雨です。めっちゃ雨です。あ、大雨だよ。はい、はい、大雨です。今日からは日清自動車工業沖縄だけかなさんのレンタカーを借りて行きます。自動装置のレンタカーがあります。